六年一月二十六日は、南宋の儒学者、官僚。字は生息。語は水心。文州栄科圏の人。こと後派栄科学派のオスとして知られる。厚式五年、真摯に旧大。地方官を経て、王の学部生、王の学部博士になり、実録院検討官を務めた。小記念館には、知州、純西ひさげきょつね平。 節にしひさげ天慶国などを歴任し、ついで少々左線廊館に着いた。昭規五年、大乗皇、高想の崩御に際して、国葬を行えなかった高想を退位させる政変に、加わった。軽減陶器が始まると、手記を弁護したという理由で弾劾されたが、固い年間に、湖南天雲法岩、知仙州に復職した。回帰二年。 リブ二郎検事科学士に起用され、北伐の少女を、総案し、総意行性を消しとして、健康に赴任。翌年に、公愛性を消しに移って、ンンとんんと流民の安置を監督した。北伐の失敗後、再び弾劾され、都落ちすることになる。家庭四年、官爵と名誉を回復したが、政界には復帰せず、朝廷から下る、誇らに頼って、 郷里での著実活動に専念した。家庭16年正月に病死。高禄大部が追贈され、文帝と送りなされた。陳風亮などとともに、英科学派の代表的人物であり、同時代の手記、陸九園らとは異なり、その学問の特色は実用性や経済性を重視する点にあった。また優れた政治論の書き手としても知られ、 水心文集29巻が現存している。日本の講義学派の伊藤人斎にも影響を与えた。ありがとうございます。